皆さんごきげんよう、シュリリンです。キラキラー。はい、ということで本日はなぜ動画を回しているかと申しますと、なんか肌寒くなってきてイベント控えてますよね。夏から秋に変わりましたよね。本日はもう11月だよ、紅葉を見に行こうよ、デートメイクという名の秋のボルトメイクをやっていきます。よかったら最後まで見ててくださいね、よろしくね。もう一旦ね、ベースメイクからやっていきます。もうベースメイクで尺使いたくないから、ベースメイクはこの2つですね。まあ一旦ね、 PCC のトーンアップのやつ使います。これやばくって、めちゃめちゃツヤが出る。もう何回も言ってるよね。これもうほんとツヤ出るから絶対にみんな使った方がいいの。ピンクのツヤ、ジューシーな感じがたまんないのよ。どうしたらシュピッちゃんね、今日使うのは03番です。で、この時にベースメイク仕上げる時、クッションファンでブラシで伸ばしてあげてください。 Mac のね、ブラシなんですけど、これをこうやって通ります。チューチューチュー。あ、もう見てこのカバー力、一回でこんなにつくのよ。もう中心から外に伸ばしていくイメージで塗り広げていくとバチグーです。付属のパフで塗るほど厚塗り感が出ない最強なカバー力になります。はい、見てみなさい。水を含ませた雫型のスポンジちゃんで叩き込んでいくと。この作業めっちゃ大事。え、なんで男ってさ厚塗りをあんなに嫌うの？え、なんか塗れば塗るほど可愛いと思ってる民からしたらふざけんじゃねえよ思うんだけど、男はね、厚塗りが嫌いらしい。本日、青み隠しに使うのは、ティルティルチアンのコンシーラー。まあ、大まかな青み。青みを隠していきます。男ってさ、なんかめちゃめちゃなんか、なんか俺はメイク薄い方が可愛いと思うよ。とか言うけど、違うよ。お前が好きなのは、メイクあんましなくても可愛い、すっぴんから整ってる女が好きなだけだよ。シャッ。違うからね。みんなで強く生きよう、ほんとに。しょうもない男は獅子だよ。シャッ。これまたさっきのスポンジちゃんで叩き込んでいくと。こしたらパウダー塗ってない状態の顔がこんな感じでーす。超プリティーやん。こしたらズーシーのパウダーもう皮膚に蓋をします。はい、でもうち的にはなんかもうツヤ肌とかもいいわ。まあ秋と冬ってね、結構うち的にもうマット肌のイメージなので、しっかりマットにしてあげてハイライトでツヤを出していきます。おまゆちゃんからも特徴がすごいんです。もう一旦おまゆちゃんはもう好きな形で描いてあげていいよ。形はね、何でもいいの。大事なのはそこじゃねえんだ。一旦形だけ整えちゃいます。ふんで、うちが大事にしているのはメイク統一感なんですよ。はいはい、アイメイク、ピンク、バーガンディ、オレンジなのに、眉毛黒いのはおかしくね？っていう理論。なので、本日使うアイシャドウ、シュピッチャンのドレッシーシャドウ。このアイシャドウを使って眉毛を染めていきます。私実はいつもこういうのやってるんですよ。はい。天才なんで。まあ、ブラシ基本何でもいいんですけど、まあ、こういった斜めカットのブラシのもの。チューチンチン。まず、暗い色で眉尻を染めます。中間のオレンジで、眉の真ん中あたりを染めていくと。でも大体こんな感じで、色がグラでなってるやん。なったら最後明るい色で眉頭を整えていくと。そうするとこういう感じでね、綺麗なグラデーションになります。これやってあげて。で、ほしたら眉マスカラしてほしいんだけど、当然ピンクにしたいのね。そうするとさ、うち眉マスカラなんかちょっとね染まり悪くてあんま好きじゃないの。だからもうカラーアイブロウで染めちゃう。そうすると毛並み感出てふさふさに見えて、まあ秋だしちょうどいいみたいな感じになるので、もううちはねもうしっかりマスカラで染めちゃう。もうめっちゃ毛並み立たせる。立たせるのは毛だけにしときや。ほいっと、まぁこんな感じでコンシーラー整えたら、美しいおまゆまゆちゃんの完成ですよ。すごい綺麗だよね。おノーズシャドウはもう好きな形。あなたが思う、己のお花を信じなさい。漏れるお花を信じなさい。はい、そしたらアイメイクに移っていきましょう。シュピちゃん！もうこれ、イエベでもブルベでも使えるから、もう絶対買った方がいいみんな。ってことは、もうイエベでも、ブルベでも、挑戦できる秋メイクってこと？シュリリン！すごーい！まず、ここ、取ります。
でもいつも通りもういつも言ってます、私はい、目尻からね乗せていく、もうしっかり目に乗せてポン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 していく、もうね男受けとかどうでもいいから、もうなんかなんかもうちょっとメイク薄くした方が可愛いよとか言ってる、なんかでもちっちゃい男にはもうね無視してください、そんなバカみたいなとこ無視してください、もうどんな自分どんなうちでもどんなあなたでも可愛いって言ってくれる男、これが一番最高です。はい、ちなみに私のスキピはうちのメイクには興味一切ございません。どれだけ頑張って、ね、今日のメイク可愛くないとか言ってもなんか、いつもと何が違うとか言われて、ちょっと待って、せめてなんかカラコンぐらいは気づいてよって思います。下まぶたもね余ったやつでガッツリやっちゃってください。そしたら暗いカラー取ります、目尻に乗せていく、これ全部に乗せちゃったらすっごいダークになっちゃうからここだけで、でこれ下まぶたのね黒目終わりぐらいまで塗っちゃいます。すかさずぼかしなさい、すぐにぼかしなさい。ジュディードールのねマットハイライトが最高なんです。チュー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 、これで目頭側にくぼみをね入れていく、もうなんかメリハリをつけていく、で軽めのカットクリースぐらいのイメージでもうしっかり目に入れちゃいます。え、すごくないこの目の彫りの違い、これ。そしたらシピッちゃんの一番暗いカラーでガッツリ涙袋の影を作ってあげると、ちょっと縦幅広めにしてあげる。そしたらファシラちゃん、アンドビーさん大好きです、いつもお世話になってます、お仕事ください。涙袋の影をファンシーラーで整えます。これで一気にね寝不足グマみたいな涙袋が伝わってます、メリハリ涙袋になっちゃうんです。はい、男ウケなんて捨てなさい、秋は男ウケじゃないのよ、女ウケなの、よろしくね。ちょっと男ウケも意識するけど、どうやっぱ一番は自分ウケやん。そしたらまたこの暗い色ね取って、で黒目の下からちょっとね線を入れていくと目の縦幅が大きくなります。黒目のさここが拡張されてるの分かる、これ一旦ねカラコンつけます。クルームさんのマカダミアっていう色分かるかな、ちょっと着色直径大きめで目がめっちゃチュルンってなる、グレーのはずなのにきつくならない、きつにならない、え伝わるこのさチュルン感、めっちゃ良くない、めちゃめちゃ男ウケいいと思う、グレーでもギリ男に許されるカラコンですね。全員買いなさい。そしたらキャンメイクのクルミたちロイリーの04番、このね下の粘膜埋めます。まず切開ラインは引かないんだけど、このくの字は埋める、ここ大事で、本当に大事。え、どれぐらい大事かっていうと、あのマックのハンバーガーにあのパティが入ってない、これダメですよね。これアイメイクのパティです。あの皆さんこれぐらい大事ですから絶対にやりなさいね、しっかりと食い込ませるように縁をなぞるイメージ。もうそうするとさ全然違くない、キュッてなってない、これやねん、おかしいよね、はみ出てないのにこんなに目大きくなる、おかしいよね。おしらいラインチューン、 ティーアップさんから出ているこちらのこのねアイライン使います。で今日はちょっとまあ一応男受けも視野には入れてみる、入れてみるので目尻ね下げるように乗せていく。もうカラコンでだいぶね強さ出ちゃってるんで、このアイラインで帳尻合わせていく。でつけまつけるので上のラインもしっかりなぞるようにしてあげてください。この黒目のところね意外と大事ですから、ここなぞるかなぞらないかでめっちゃ変わってくるんで。そしたらうちはちょっとみんなと違って生まれた性別でハンデがすごいのではいはいはい、ハンデがすごいためつけまちゃんつけますが、みんなはつけなくていいよ。男にこびるならつけなくていいよ。でもなんか自分受けを意識するならつけてもいいかも。うちは性別にハンデがあるのでつけますからね。はい、つけまーす。やーついた。はい、ここまでできましたらもうアイマイクも仕上げチェーン入ります。アイメイクの仕上げチェーン入ります。やはり少しはきらめきが欲しい。せっせ、どこかでラメは男受けが良くないと聞いたことがありますが気にしません。がっつりグリッター塗っちゃいましょう。この下まぶたのねこの黒目の中心あって、そうするともうやばくない？さすがに OMG だよね。天才いるやん、ここに、ここにいるよね、ここに、ここにココナッツオイル。右と左で目の大きさ全然違えないので、全員話しなさい。こっちもやってくるね、少々お待ちを。美しすぎませんか、私っていうのは。ほんまにそれはそう。チークちゃん塗ります。おチークちゃん、ここね取って
んで、干したら、ここの、ここに来ない。頬骨だけ消すイメージで、こう縦に入れる。本当に縦。もうガチ縦。そうすると、あ、ちょっとおかしい。おかしくない、大丈夫大丈夫。これ縦に入れると、いい感じにね。なんかふんわり。ほら見てほら。つかふんわりチークのってない？これがしたかったんです。顎にも乗せまし。ハイライトちゃんは、パーフェクトダイアリーのものを使いますね。このね、きらめきが半端じゃないのよ。伝わってますか？これもう手でいっちゃいます、手で。鼻先。もうすごくない？このツヤ。このツヤやばいよね。なんかすごい、シュリリン。お肌濡れてるよ。もうこんなさ、ハイライト乗せてたらさ、絶対紅葉デート中に男の子にさ、なんか、めっちゃ濡れてるよ、顔。って言われてびっくりしたーってなっちゃうよねー。もう基本ね、いつもハイライトここしかツヤ出さないから、もうこれで終わりです。涙袋の下にも入れちゃおうと。絶対全員入れなさいよ。ほっしゃらリップちゃん。一旦パーフェクトダイアリーのリップの205番塗ります。これがすごいんです。超真っ赤っかなんです。秋なので、リップでしっかり威嚇しましょう。こんな感じでできたので、ここで登場します。ぬごだい？ああ！オレンジなのに赤いの。不思議な色がね、すごい好きで。ヌグレイ、マットリップのくせに、マジで落ちません。しかも、めっちゃ、縦状消えます。はい！こんな感じでメイク完成してるよって。一旦ウィッグ被ってくるわ。少々お待ちを。ええ。はい、と、こんな感じで、メイクが、完成、イムニダー。ちょっと待ちんやんたら、惚れるんじゃないよ。こんな可愛い女の子と、紅葉デートに行く男は、もう絶対にこういうこと言っちゃう。君の顔が赤すぎて、紅葉か、君なのか、わからなくなっちゃった。やばい、どうしよう！ほんでさ、うちがさ、え、見て、あそこに、すごい綺麗な紅葉がある。君のが、綺麗だよ。このメイクをしてぜひ紅葉デート楽しんでください。マジでさ、なんか絶妙なライン攻めてない？女受けも男受けも忘れないよな。うわー！ということで本日もね、最後まで見ていただいてありがとうございました。この動画がいいと思った方はグッドボタンとチャンネル登録、あと積極的無断転載もよろしくお願いいたしまんまーす。以上、シュリリンチャンネルのシュリリンでしたよ。次の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。本当に自分が可愛すぎる。